はい、今日は NCT48 さんの古舘葵ちゃんの卒業前に新潟にやってきました。葵ちゃんの生放送終わりにサプライズで突撃させていただいてお邪魔させていただきました。その後に日刊スポーツさん新潟版の取材を2人で受けさせていただいて、たくさんお話をしました。ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。